囲碁将棋チャンネル12月の囲碁番組は、第23期流星戦、注目は阿権桐山杯で優勝を飾った村川七段、勢いに乗り流星戦でも優勝を狙います。そして2度目の本戦出場を果たした内田七段にも注目。まずは本戦ブロック初勝利を目指します。特別番組第12回囲碁アマチュア流星戦決勝戦、今年もプロの流星戦に引けを取らない熱戦が繰り広げられました。2013年の最後を飾るアマ大会の行方は、ドコモ杯女流棋聖戦は2回戦に突入、タイトル奪還を誓う青木八段や前期決定戦まで進んだ石井二段、さらに桑原六段、知念四段ら実力者がシェイ・イミン女流棋聖への挑戦権を争います。その他にもたくさんの新作囲碁番組を放送します。